ならいける気がする。なんか英語使ってるとちょっと気が強くなるペコなんだけど、ペコーラわかんない、なんでかわかんないペコだけど、ペコーラさ英語使ってると気が強くなってるみたい。ちょっとヘイムーナーとかって いけちゃうもんどんどん行くね。たくさん今日は読みたいペコだからな。あ、これか。これも結構多かった。このね、これも結構多かった。プイーン。今後ホロライブ EN とのメンバーとコラボの予定ありますかということで、今んとこない、今のところ今のところそういう話は出てないペコだけど、いずれしたいな。いずれなんかしたいペコだね。今のところ話題はないペコですけど、今のところわかんない、いずれ出るかもしれないペコだけど、今のところはまだないけど、したい。ペコーラはしてみたいっていうか、頑張って英語、ペコーラ英語を話して、なんていうの、伝わってほしいなって思うペコだね。頑張って。あ、ね、キアラちゃんとかね、いいね。そう、日本語じゃなく英語でちょっと伝わるかなっていう感じのもやりたいペコだし、そうだね、コラボはしてみたいペコだな。人見知りだもんなね。ちょっとね、人見知りペコだけど、英語のコミュニケーションならいける気がする。なんか英語使ってるとちょっと気が強くなるペコなんだけど、ペコーラ。わかんない。なんでかわかんないペコだけど、ペコーラさ、英語使ってると気が強くなってるみたい。ちょっと。ヘイムーナーとかっていけちゃうもん。なんか、わかんない。なんかね、英語使ってるとなんかちょっと、言えそうな気がする。ハラーみたいな。そう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 。パーズンじゃねえペコだよ、パーズンじゃ。でもね、ちょっとね、コラボはいずれしたいペコだな。なんか、ね、でもしたい。予定はありますかっていうのは、まあ、今のところないペコだけど、予定は作ります。頑張って。ペコーラから誘えるかわかんねえペコだけど、ちょっとさ、頑張って、なんか考えてやりたいな。でもね、ほんとキアラちゃんとはね、ツイッターで DM したぐらいペコかな。なんかね、配信の設定がね、ちょっとバグってたからね、教えたぐらいで、他の関わりないペコなんだよね、マジで。全然ないの、本当に。そう、それぐらい、多分キアラちゃんぐらいしかペコーラ関わってないよ。そう、サメちゃんがこの前さ、ペコーラがフォールガイズの待機やってる時にコメントしてくれたペコだけどさ、もう全然ないペコだから、どうにかして関わっていきたいペコだよね。ハラーっつってね。そんな感じペコかな。続いて